アラド AR232AR232 バイトから、例アラド AR232 タオゼントフュースラーは、第二次世界大戦時のドイツの輸送機。タオゼントフュースラーとはドイツ語で、ムカデやヤスデなどの大足類の胃。AR232 は、第二次世界大戦中に、ドイツのアラド社で開発され、少数が生産された近代的な輸送機である。 この機体の設計にはよくかに張り出した箱状の高翼機で後部ローディングランプ、荷物の積み下ろしに便利なように高い位置にある尾翼、胴体底部に小さな車輪を多数持つことによって足を引き込んだまま不正地に着地できる仕組みを持つなど現在では近代的な輸送機には標準と考えられる特徴のほぼすべてを取り入れていた。ドイツ空軍は時代遅れとなった。 ユンカース1512輸送機の更新に興味を持っていたが、当時は機種の数が多すぎ大量の AR232 の購入には至らなかった。AR232 の設計は1939年末のドイツ航空省によるユンカース1512輸送機の代替機を求める公募により始まった。アラド社とヘンシェル社の両社は1 1 9 3トを 発生する BMW801A、B 製型エンジン2機を備えた、胴体後部から積み下ろしを行う機体を要求された。このエンジンは、試作機用のみのもので、量産機には使用されなかった。計画の検討の結果、アラド社の設計が、ヘンシェル社を破り、1940年に3機の試作機が発注された。AR232 の設計を指揮した。 ビルヘルムファンネスは、操縦席のすぐ背後の長さ6.6メートル、幅2.3メートル、高さ2.0メートルの大きさの過室から取りかけかかった。当時は、胴体側面に貨物扉を設置するのが典型的な設計であったが、AR232 は、地面から直接荷物の積み下ろしができるように過室の、後ろに、油圧作動のクラムシェル型ドアを備えていた。 トラックがランプのすぐ近くまで乗り付けられるように貨物ドアの後ろを開けるために尾翼は高い位置にある長いブームの後端にあった。この設計により AR230 には他の設計の機体よりも素早く荷物の積み下ろしができた。短距離離着陸性能のために AR230 には主翼公園全幅にわたるアラド社独自のトラベリングフラップを備えていた。 重量1万 6000kg の時でさえ AR-232 は 200m 以内の距離で離陸でき、この距離は離陸補助ロケットを使用することでさらに短縮できた。着陸にはパラシュートや逆噴射のラトで着陸距離を短縮できた。AR-232 の最も注目すべき特徴は降着装置であった。設置された滑走路からの通常の運用では 前輪式膠着装置を使用したが、ストラットは縮めることができ、着陸後に胴体をより地面に近づけることで、ローディングランプの角度を緩やかにできた。補助につけられた片側11個の小車輪は縮んだ状態での補助となり、何メーチや荒れた飛行場への着陸に役立った。AR230 には、この小車輪のみで低速のタキシングができるように、 考えられていたので、溝などの小さな障害物を乗り越えることができた。並んだ、商車輪の外観から、安手のあだ名が付けられた。飛行状態では、主客は、エンジンなセル内に完全に引き込まれたが、補助の商車輪は、剥き出しのままで首足は、半分だけ引き込まれた。通常の運用は4名の搭乗員で行われたが、一つの、仕事に専任できるのは、 パイロットだけであった。広報誌は、機種の 13mmMG131 機関銃を、通信誌は、天井の回転銃座の 20mmMG151 機関砲を、ロードマスターは、貨物室最後尾の貨物ドアの上にある 13mmMG131 機関銃を操作した。試作機が完成する前の1941年に、 ポッケウルフ FW190 の開発計画が BMW801A、B の使用に移行し、エンジンの乾燥設計が完了した。BMW801 エンジンの生産はこの新たな需要に対して十分な供給ができず、AR230 には別のエンジンを使用せざるを得なかった。最終的に、 ユンカース1 352に使用されていた BMW 製のブラモ323エンジンがすでに量産に入っており AR232 が実際に収益中の時52、3メートルの代替になった場合の要求に合致することから BMW801 の代わりに選定された試作機の作業は進みすぎておりここでエンジン乾燥を実施すると計画に 重大な遅延を招くことから、最初の2機は AR232A として3機目と、新たに発注する4機目を AR232 バイトとして完成させることになった。試作機は、要求性能を達成するために4機のエンジンを使用した。最初の2機の試作機の GHGN と v d a は1941年、初めに試験が開始された。 初飛行では首車輪が破損したが補助の小車輪のおかげで機体の破損は免れた。さらに10機の全量産型が製造され、量産系を待つ間に AR232A-0 として運用された。AR232 はいかなる面でも字5 2 3メートルより勝っており、 約2倍の荷物を搭載してより長い距離を飛行でき、短い滑走路や必要があれば、不正力でも運用可能で、巡航速度は約時速 70km も有速であった。AR232 バイトの開発も同時に進められた。895kW のブラモ323を4機装備し、 出力が2 3 8 6ットから3 5 8 0ットへ向上したことにより A 型のエンジン故障時における余裕出力の不足が解消された。この変更により主翼が幾分延長され翼腹は左右合計でちょうど3メートル伸ばされた。エンジン重量の増加で重心位日も前方へ移動したので貨物室を後方へ1メートル。 伸ばすことで対処した。V3 と V4 の2機の試作機が発注され、V3 は1942年5月に初飛行を行った。さらに10機が AR232 バイトから例として発注されたが、ドイツ空軍は輸送機生産の優先度をひどく下げたのでこれが、この機種に対する最後の発注となった。生産された機体の多くは、アラド社により、 自社の工場間で航空機部品を運ぶために使用され、前線で使用されることはなかった。アルミニウムの不足に対処して AR232 には、外翼部と動翼を木製に変えた方も計画された。もともとは AR232C という名称で知られる。この設計は、父として進まず、後に、 AR432 と解消された。この型は、最終的に1944年10月に生産が始まったが、終戦までに1機の試作機も完成しなかった。60メートルという翼幅が約2倍でさらに2機のエンジンを追加した AR532 と AR632 というより大型の2つの型も計画された。 B-0 のうち2機が戦争末期にイギリス軍に露覚された。エリック・ブラウンがテスト飛行を行い優れた機体であると評価した後、イギリス空軍はこれらの機体を戦後イギリス、ドイツ間で補給物資を輸送するのに運用した。ありがとうございます。